サニガーレー3つ、はい、こちらのね中古車をご紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ綺麗、ね、めちゃくちゃ綺麗ですね。これはもう私から見てもめちゃくちゃ綺麗です、はい、走行距離全然乗らずに屋内保管雨天未走行でそれで、まあ、売却されたということで認定中古車扱いで販売できますので。スクリーンに反射するドカティのロゴのマークがめっちゃかっこいいです。へー、ヘルメット脱ぎます。ブワッサー。皆さんこんばんは。まあ今日はねスペシャルなゲストをお呼びしてますので、お店の名前の紹介の前にね、まずは登場いただきましょう。それではお願いします。そういう感じ、スポーンじゃないの。というわけで、今週もですね、カイポンが登場いただきまして、はい、ご紹介していきたいと思います。ドカティ市場セントラル、ドカティつくば、 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。今日はですね、はい、目の前にありますパニガーレ V4 ですね。 V2 ですね、はい。まあ、流れでね、V4 って言っちゃいますよね。そうなんです。パニガーレ V2、はい、こちらのね、中古車をご紹介していきたいと思います。もうね、めちゃめちゃ数少ないですよ、これ。あ、そうなんですか。へー、そう、人気すぎて中古車の数が少ないんですよ、はい、なんで、ね、最後までぜひご覧いただければと思います。はい、早速見ていきましょう。どうぞ。はい、紹介していく前にですね、おお、こんばんは。こんばんは。今日はあのカエポンの保護者担当として、はい、そうですね、来ました。久々ですね、この天の声屋さん。そうですね、ドカティ千葉セントラルの方は久しぶりですね。そうですね。いつもあのカエポンが頑張ってる川崎プラザ千葉桜木の YouTube チャンネルでは最近ちょろちょろ出させてもらってますけども、まあこの子は語彙力がない。本当に皆さんにご迷惑をかけてばっかりですけれども。でもあのその明るさが非常に人気でございますので、はい、そうですね、今日も楽しくやっていければと思います。、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今日はこのパニガーレ V2 の中古車の紹介ですね。はい、どうかやっぱこの印象。まあ、まず中古車には見えないぐらい綺麗ね。おお、ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ綺麗、ね、めちゃくちゃ綺麗ですね。これはもう私から見てもめちゃくちゃ綺麗です。僕から見てもめちゃくちゃ綺麗ですね。まあその辺の訳も後ほど、はい、紹介いただけると思いますけども、はい、パニガーレ V2 って知ってる？そうですね。これ知らねえな。知らない人の反応だよ。早速来ましたよ。パニガーレって他に何がある？ V4R と V4 シリーズね。シリーズね。じゃあその V4 とこの V2、はい、何が違うんでしょうか。大きさと色。色は一緒だよ。色は一緒。一緒か。大きさもさほど変わらない、ね。そう。まあその、はい、何の大きさ。確かに。なるほど。うまいなカエポン。そういうところもちゃんと分かってな。何の大きさが違うのかな。まあ排気量というかエンジンとか。おお。ピンポンピンポン。じゃあこの V2 と V4 数字の違いは何でしょうか。2と4の差。じゃあその辺はじゃあもう長谷川さんどうぞ。はい、V2 というのはですね、まあ、2気筒なんですね、はい、なるほど、はいはいはい、V4 は4気筒なんです。へえ。というわけで V2 と V4 がございます。なるほど、はい、ドカティってなんか全部4気筒のイメージですけどね。おお、そうきたか。最近の子だから。なるほど。最近の子だから許してやってください。ドカティは2気筒のメーカーなんです。あ、そうなんだ。これだからもう平成生まれは怖いよね。V4 世代だからね。平成生まれです。あ、平成生まれ。同じ平成生まれでもこんなにも違う。V4 世代ってやつだね。そうですね、V4 世代ですね。我々あの2気筒 L ツインの、ね、世代なんで。そうですね。2気筒が当たり前なんですよ、ドカティといえば。そうなんですね。V4 はもう最近ですからね。そうなんですね。そうなんです。逆に言えば昔ながらの L ツインエンジンを搭載しているのがこのパニガーレ V2。 おお、中身を見たら昔ですかね、伝統のね。伝統の、そうですね、伝統的な。相変わらず語彙力がない。
は自分の覚えられるワードで使えるワードで喋って、無理しなくていいからね。背伸びしなくていいから。失礼いたしました。でもまさにその通りで、ドゥカティファンは、はい、ニキトーが好きだからこそこのパニガール V2 がまだ生き残ってるんです。なるほど。パフォーマンスで言えば V4 の方がもちろん、ね、性能優れてるんですけど、はい、ニキトーが大好きな人にはこれはたまらないバイクということです。なるほど。だから、まあ、まああんまり中古車ではない。そうなんです、今新車も流通がちょっと止まっちゃっているこのレッド、はい、そうなんです、はい、欲しくても買えない。幻、そこまでじゃないかもしれない。で、先ほどから出ていたこの綺麗な車体の理由、こちら何でしょうか。こちらですね、まあ、まず年式的に言えば2023年もの。2023年って言ったら去年です。去年だよ、はい、去年のモデルで、オーナー様が、まあ、ちょっとね残念ながら走行距離全然乗らずに屋内保管、雨天未走行で、それで、まあ、売却されたということ。全く雨に打たれてないし、雨の道を走ってない、これポイントでかいね。ポイントでかいですね。そしてね、屋内保管ってところもでかいですね。新車同然じゃないですか、行ってみれば。そうですね。で、しかも走行距離がなんと852キロ。852キロだよ。すごくない？やばいですね。まだ慣らしも終わってない。最初の第一段階慣らしも終わってなくて、はい、もう本当にオーナー様のちょっと仕事の都合でね、海外転勤されるということで、決してこのオートバイが嫌になったりとかそういう理由で手放したわけじゃなくて、やむを得ずですから、これからまだまだたくさん楽しめるバイクということですね。なるほど、はい、しかもそのね、車検がたっぷり残っているので、新車の時みたいに多額の初費用がいらないんですよね、はい、これがね、また中古車を探している方多分詳しいと思うんですけども、中古車を乗る一番のメリットかもしれないですね。そうですね、初費用を節約できるパターンもあるという、うん、今回まさにそのと、しかも中古車でありながらメーカー保証も受けられる。そうなんです、すごい認定中古車扱いで販売できますので。じゃあ安心ですね。安心ですよね。どうですか、カイコ、はい、こういうバイク、まあ、目標はパニガールだと思ってたので、個人的には。あれ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 、お店が変わるとそんな発言しなくていいのかな。もともと向かいのお店で YouTube で大人気になってきてるカイポンだけど、ここだけない、ここだけない、小指立ってるよ。スポーツバイクが個人的には好きなので。なるほどね。この顔とかも、うん、このカウル、うん、もうかっこいいですね。あ、もう二十歳の女の子から見たらかっこいいんですね、やっぱり。はい、じゃあよかったら初またぎ、いいんですか、してみませんか。お、すごいね、またげるんだ、すごいな。足上がんないかと思った。これ憧れてるスポーツバイクのポジション。姿勢がちょっとすごいですね。まあでもスポーツバイクって感じですね。おお、憧れの、憧れの。カイポン身長いくつだっけ。私158です。ああ、でもなんかそんなにオートバイが大きく見えない、うん、コンパクトな車両ってことかな。そうですね。でかつこれでツーリングしてたらめっちゃかっこよくないですか。超かっこいい。これ髪のなびかせてるね。髪ね、髪の毛がねビュンビュンなびいてるね、うん、タンクがセクシーですね。おお、タンクセクシー、そうですね。やっぱりこの曲線とかもなかなかないですからね。そうですね、分かってるね。分かってますね。え、上から見た時のバイクのシルエットはかっこいいですよね、はい、かっこいいですね、うん、スクリーンに反射するドカティのロゴのマークがめっちゃかっこいいですね。へぇ、やっぱ細かいところに気がつくんですよ。そうですね、必死に探してるよね。汗いつもこんな感じなんですか。で、やっぱりこう女性ライダーたるものね、はい、バイクを降りてヘルメットを脱いで髪の毛ぶわっさーにかっこいいわけですよ。なるほど、やってみようか。ヘルメット脱ぎます。ぶわっさー。
かっこいい。かっこいい。いいっすね。あ、なるほど。シートの上にね、ちゃんと手を置いてね。イメージできた。イメージできましたね。写真ガイド撮ってるイメージできた。なんかめっちゃ一気に気分上がりますね。おー、気分が上がるバイクということ。ハニガールの車両で一番好きなのが、私一番お尻が好き。おー、お尻。なんか今日冴えてるね。まあお客様の、ツーリングとか見かけるんですけど、後ろから見た時のこのお尻のライトとか、うん、その隙間から見える足って言ったらちょっと生々しいですけど、足とかが見えたらかっこいいですね、本当に。まさにテールランプ、そうです、はい、テールカールかっこいいっていうお客様やっぱ多いですね。でもう一つ、はい、この V2 の特徴は後ろのホイール見て、こっち側からホイール、まあスイングアームちょっと違うでしょ、今まで見たのと。そうですね。何が違う？渦巻き。渦巻きホイールがどんな感じ、あスイングアームがどんな感じ。ホイールを支えているこっち側スイングアームが片側しかないでしょ。おー、ほんとだ、ほんとだこれもまたドカティの特徴の一つなんですけど、はいはい、片持ちスイングアームって言われる。へー、そうすると右側から見たホイールが渦巻き、綺麗に全部見えるでしょ。そうですね。おー、なるほど。あ、めっちゃかっこいいですね。これ国産にはなかなかない。あ、そうなんですね。ドカティならではの、なるほど、はい、美しいホイールのデザインを見せるですね、はいはいはい、デザインになってます。サスペンションが、そうなんです、外側、はい、ちょっとオフセットしてるっていうのもなかなかないですね。ないですね。サスペンションってシートの下にあるイメージが強いんで。さすが。なんか金色かっこいいですね。確かにね、はい、真ん中にあるものだからね、普通。ああ、そうですね。そうそうそう、やっぱそういうところも踏まえてイタリアが誇るデザインのオートバイ。ヘッドライト、はい、デイライトってご存知ですか？初めてですね。はい、こんな感じで昼間走れちゃうんですよ。はい、なんかすごいライトが、まあ、上からなんか下に照らすような感じなんで、はいはいはい、高級なお店のライトみたいな感じですね。わかりづれえ、でも分かりますか？まあ、あのスーパーカーとかね、高級会社とかに使っている、はいはい、昼間に見えやすいようになってるデイライトっていう、はい、昼間用のライトなんです。なるほど。え、じゃあこれは切り替えられる？切り替えられるんです、で、はい、夜になるとこんな感じで、おお、はい、ヘッドライトがちゃんとつくんです。かっこいいですね。かっこいいですよね。でも昼間はこれでぜひ走りたくないですか？走りたいですね、うん、高級なお店の、はい、間接照明みたいな感じを言いたかった。そうですなるほどね相変わらず語彙力がないですどうもすいませんどうもすいません。まさにこのパニガーレ V2 ってこの年式しかデイライトついてないんです。あ、そうなんだ。そうなんです。初期型のパニガーレ V2 とか、あの初期から数年のモデルはパニガーレ V2 にもかかわらずデイライトのスイッチがついてないんで。なるほど。でこの年式は最初からデイライトのスイッチがついているということで、この機能この年式だけです。パニガーレ V4 なんかはね当たり前だったりとか、はい、ストリートファイター V4 なんかも当たり前ですけど、はい、パニガーレの V2 は2023年しかデイライトついてないんだ。はい、それは大きなアドバンテージです、ね、嬉しいところですよね。いいですね。もうタイヤもまだまだ使えるしね、はい、本当これから新車のように乗っていただける、そんなバイクですよね。はい、いやカヤポン、もう緑から赤に移籍しちゃうんじゃないの？ガチャガチャって何？ガチャって言ってるみたいな。なるほど。川崎のドカティもおじさんたちは一生懸命使ってます。じゃあパニガーレ V2 の中古が出る、ガチャですか？っていうことですね。こういう使い方ね。っていうことですね。勉強ですね。はい、ぜひ使ってください。はい。おじさん頑張ろう。頑張ります。ちなみに、はい、カイポン、今免許取ってると。そうです。そんなカイポンみたいなライダーの方がですね、ドカティを購入するときに、今、ライセンスサポートキャンペーンを受けるんです。おー。ありがたいですね。そうなんです。はい、今年の12月末までに大型免許を取って
ドゥカティの新車を購入いただいたお客様ですね、はい、7万円のでかくない？でかいですね。ね、7万円はそんなクーポンがもらえちゃうんで、開講もぜひ、そして視聴者の皆さんもぜひ、はい、お願いします。数に限りがあるんだね。数に限りがあって先着がございますので、ちょっと早めにご相談ください。私が全部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 パチパチパチってやるんで、スマホでね。ダメです。お一人様一つ一つの権利しかもらえないです。失礼いたしました。はい、というわけでご紹介してきましたパニガーレ V2 の中古車850キロの走行ですね。もう消耗品もまだまだたくさんあって、車検もまだまだあって、これからもう新車同然で乗れる、はい、はい、そんな中古車入ってまいりました。もう早い者勝ちです。ぜひ YouTube を見たお客様ですね、ぜひお電話いただければと思いますし、カイポンご指名であれば、まあカイポンご指名でと呼んじゃうんですか。呼んじゃいます。向かいから呼んじゃいますか。呼んじゃいますんで飛びます。そんなカイポンですね、あの川崎ブラザー千葉桜木 YouTube チャンネルでもう大活躍中でございますので、めちゃくちゃ面白い。もうね、アパレル紹介でバリバリやってますからね。良品担当って自信は言えないんですけど、積極的に。いやでもね、本当にすごいのがね、カエポンが良品を担当して紹介してから、ずっと右肩上がりで、すごい売り上げが上がってるんで、すごい。カエポンマジック。カエポンマジック。ありがとうございます。そこ高い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 。腕高い。あの川崎プラザ千葉桜木に来ていただければカエポンに会いますんで。はい、であのドカティ千葉センターでカエポンに会いたいんだったら呼びますんで。まあ、パリガール V2 の商談ということで。ドカティの車両は全然わかんないんですけど、教えてください。はい、それでは今週もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。それガチャガチャ。